名古屋ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの7回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、ファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはドラゴンズの先発吉見が名古屋ドームのマウンドに上がります。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。さあまず1球目、最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。インハイ決まっています。あっという間に2ストライクです。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。強打が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている真由美。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。吉見、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは吉見、そしてキャッチャーは岡田。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。初球ボール。インコースへ大きく外れます。ボール先行です。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。入りました。ホームラン。先制ホームランです。タイガース、これで6試合連続のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ先制を許します。1対0。ストライクを取りに行ったところを打たれてしまいましたね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。3番バッターバース、昨日のゲームはホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。打った、これもいったか。伸びていく。どうだ。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。打順は4番掛布。昨日のゲームで5安打の大活躍でした。ドラゴンズ初回から相手打線に捕まっています。切りました。ファウルボールです。2球目は何で来るか。打った、高く上がった。これはどうか。右中間真ん中破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3連打。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターの石峰、今シーズンの得点圏打率は6割4分7厘となっています。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば貴重な、入った。ホームラン。ツーランホームラン。これがチーム3本目のホームラン。
初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。4対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。さあバッターはオマリー。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。打ちました。これもいったか。大きな打球になった。ライト入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。5対0。ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは7番に入っている木戸。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。ドラゴンズこの回先制点を与えています。初球空振りです。これが2球目。膝元への変化球。ノーボールツーストライクです。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここはフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックス和田。ツーアウトになっています。これが1球目。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで30試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターはピッチャーの前川。ヒットでランナーを1塁に置いています。感じです。低め見送っています。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。走ってきた。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功です。まあ得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいい。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。吉見が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース圧巻のホームラン攻勢でした。5対0。タイガース先制です。バッターは2番に入っている京田。昨日はマルチ安打を記録しています。ヒットでインコース詰まりました。木戸抑えてワンアウト。バッターボックスは3番藤井。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。ワンアウトになっています。空振り。さあ2球目は何か。大きく外れてボールになります。低め空振り。ワンボールツーストライクです。一塁はセーフ。変化球空振り。ツーアウトになっています。バッターボックスは4番ビシエド。セーフ。初球甘いコース、バットが出ませんでした。ファウルになります。もう1球牽制球。一塁はセーフ。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1回終わって5対0。タイガースがリードしています。2回の
バッターのヒース、ここ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。2球目打ちました。下がっていく、下がっていく、ぐんぐんだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その際一気に6点と突き放されました。2番バッター、真由美。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。取ってワンアウトです。打席には3番バッター、バース。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ワンアウトになっています。ファウルになります。今のはちょっとヒヤッとしましたね。そうですね。ノーボール2ストライク。入れました、ファウルボール。打ちました、ここもファウルです。さあ5球目は何か。大きく外れてボールです。これで2打席連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターは4番掛布。先ほどはツーベースを打ってますから、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。初球ボール。ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあどう来るか。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。これで3試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには5番石峰。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。キレがありますね。はい、アウトロー、変化球、空振りでストライク。あっという間に打った。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、センター掴んで2アウト。打席には6番バッター、オマリー。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、2アウト、ファウルになります。これもファウル。打ちました、ライトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。インサイド落ちました、ファウルになります。改めてお聞きします、この軌道、バッターとしてはどういう特徴がありますか。ランナーがいる時に限ってホームランを打ってくる嫌なバッターですよ。そうですか。これが3球目。打った、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、スタンドには届きません。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガースが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット、9対0ドラゴンズ。ここは当然という交代でしょうか。ドラゴンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の佐藤。さあマウンドを任されたのは佐藤、今シーズン3試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。さあ小宮山さん、打った、高く上がった、センターオーバー、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、10対0ドラゴンズ、なおもピンチです。
さあ打席には先発の前川入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。10対0、タイガースのリード広がっています。さあシーズンホームラン記録まであと1本となりました。今シーズンは本当によく打ちましたね。想像つかめるチャンスではないので、なんとか達成してほしいですね。はい、ファン注目の打席となっています。アウトコース決まってストライク。これはファールグラウンドへのフライです。ストレートに詰まってファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。2番バッター真由美、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。さて今日のドラゴンズの先発はジャストミート。センター下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、11対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスには3番バース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、打った、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、12対0。いやー、これは失投でしたね。そうですね。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、はい、どういった攻めを見せてくるか。次が2球目、ボールになります。さあ3球目は何か。しっかり捉えた、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました、スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。14対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打順は6番オマリー、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。いい当たり、これは大きい、伸びていく、どうだ、フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたいですよね。ここは慎重に行きたいところ。引っ張った、サード取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。打席には8番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、初球打ち、ヒットになった、ホームに送球。これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー3塁1塁。いきなり牽制、セーフ。これが初球、初球打ち、強打が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。14対0、タイガースのリード広がっています。この打席でホームランが出ればシーズンホームラン記録に並ぶことになります。まあ、あまり狙いすぎずしっかり捉えることに集中するのがいいと思いますね。なるほど。さあ、記録に並ぶ瞬間を目撃することはできるのでしょうか。落としました、外れます。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、
ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは2番真由美、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられた、引っ張った、サード取った、一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。3番バッターバース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、打ちました、セカンド取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。打席には5番バッター掛布、今日はここまで猛打賞を記録しています。いや、ちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ツーアウトランナー三塁です。バッターボックスの掛布、今シーズン得点圏での打率は5割8。インサイド落ちました、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、15対0、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。5番バッター石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、打ちました、左中間に大きな打球、この当たりはどうか、まんまん中左中間破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスには6番オマリー、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いや、ちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。打ちました、下がっていく、下がっていく、ぐんぐんだ、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました、これが今日2本目のホームラン、初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。7番バッター木戸、タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。打ちました、強打、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。タイガースのリード広がっています。これから5回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズは小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。打ちました、一塁線落ちてフェア、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、前川ヒットが出ました、ノーアウトランナー二塁です。まず際どいコースをついてきました、2球目は何で来るか、打ちました、大きな打球になった、レフトバックする、バック入った、ホームラン、ツーランホームラン、このホームランでシーズン本塁打記録を達成。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。この真由美、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。本人も今はしっかりボールが叩けている。初球打ち、これは三塁側のスタンドに入ります。ワンストライクです。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、どうか、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。いいコースですが外れています。バッターのバース、今シーズンの得点圏打率は5割9分2厘となっています。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました、バックホームする、
これで4連打。ノーアウトランナー3塁1塁。さあ初球は何か。初球時打球はセンターへ。さあバックホームするか。掴みました。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは5番石峰。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。ツーアウトです。6番バッターオマリー。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガース打った。ライトに大きな打球伸びていく。どうだどうだ。フェンス直撃。ホームに送球。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスは7番木戸。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。初球打ち。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打順は8番和田。今日は盗塁が1つあります。初球は何で来るか。打った。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで今日3打点。初球でした。しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。いやこれは失投でしたね。そうですね。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の藤島。次はピッチャーの打順ですが、先発の前川バッターボックスに入ります。いやピッチャー相手に2本目はないですよ。全力ででも抑えないといけませんね。そうですね。ファウルです。次が3球目。打ちました。ヒットになりました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。さあシーズンホームラン記録を更新することはできるでしょうか。やはりねここまで来たらタイ記録で終わりたくないっていうのはありますから、打ちたい気持ちは大きいと思いますね。そうですよね。さあぜひ大記録を打ち立ててほしいところ。打った。センターに強い打球伸びていく。どうだどうだ。追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。これで5連打。ツーアウトランナー3塁2塁。バッターボックス真由美。さっきツーベースを放っていますからね、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーは3塁2塁に変わっています。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。そして追加点が入りました。タイガースレフト前へのタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは3番バース。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。低めランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。大島が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。バッターボックスは8番岡田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを変化球空振り3アウトチェンジ。
ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表ワンアウトランナーなしから2番真由美、3球目しっかりと捉えました。ドラゴンズ一振りで先制点を奪われます。さらに続きます。ワンアウトランナーなしから3番バッターバース、その初球でした。ドラゴンズ1点を追加されます。続く攻撃ワンアウトで2塁にランナーを置いて迎えるは5番石峰、初球から狙っていました。ドラゴンズ2点を追加されます。さらに続きます。ワンアウトランナーなしから6番オマリー、その初球でした。ドラゴンズ1点を追加されます。名古屋ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、打順は4番掛布、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ドラゴンズ厳しい展開で6回を迎えています。一塁アウト。バッターの石峰、ここ5試合で打率は7割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。何よりホームランが打ててる。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、センター深いところを破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日2本目のツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。まず何を投げてくるか。初球ボール球です。高め打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ホームに送球する。これで6打席連続のヒット。ランナー三塁一塁となりました。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。これは見送ってボール。外れていきます。ストライクが入りません。それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった。レフト入った。ホームラン、スリーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかもしれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか。最後はホームランだったんですけどもラッキーでしたね。高橋掴んで2アウトです。現在のピッチャーの状態、まだ30球には達していませんが、どうでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。これで精一杯って感じじゃないでしょうかね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。打ちました。初球から積極的に行きましたが最後はセンターライナーに倒れています。これで3アウトです。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。打順はトップに帰って大島、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。エラーでランナーが出ています。バッター見送りました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。見逃し三振、ワンアウトです。打順は2番強打、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね。変化球空振り、あえなく三振です。これが10バッターボックス藤井、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。打ちました。ここはフライになっています。ファーストが落下点に入ります。取って3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。
これから7回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。岡野がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあこの打席でシーズンホームラン記録の更新はなるのでしょうか。まあ力が入ってしまうでしょうけど、できれば打ちました。これは大きい、伸びていく。これはセンターの頭上を越えていきました。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー2塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面3球目打ちました。どの上一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターは3番バース。今日は3本のホームランを放っています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。セカンドランナー動けず、ワンアウト。2球目打ちました。この打球はフライになっています。セカンドが構えます。どの上が掴んで2アウト。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。真ん中打ちました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス石峰、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。初球大きく外れています。これが2球目。アウトコースへのカーブはボールです。ボール先行です。3球目は何で来るか。インコース決まった。ボールになります。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球する。三塁はセーフ。これが今日5本目のヒット。2アウトランナー三塁一塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。センターに大きな打球。これはどうか、センター深いところを破っていきました。サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。タイガースが突き放します。センターオーバーのタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール球です。打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち伸びていく。積極的に行きましたがセンターライナーに倒れています。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の前川バッターボックスです。まあ完封を目指していると思いますから代打はないですね。そうですね。バッターボックスには代打の中谷。うん、ここでリードを広げたいですね。バッターは中谷、背番号60。しっかり捉えた。これは大きい、伸びていく。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何から入ってくるか。打ちました。セカンドゴロ取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、これはデッドボールということになります。打順は3番バース。今日は3本のホームランを放っています。デッドボールのランナーが出て3走ってきた。キャッチャー2塁送球する。セーフ、盗塁成功。まあ得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。打った。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン。
セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。タイガース右中間へのタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは鈴木。さあマウンドに上がったのは鈴木、今シーズン10試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。打ちました。強打が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。医療がバッターボックスに入ります。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、低め147キロ、インコースへの変化球ストライクです。ワンボールツーストライクです。引っ張った、これはどうだ。オマリー二塁へ、二塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですよね。ゲッツー崩れでランナーの、これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。これから9回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江がマウンドに上がります。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、ヒットになった、これが今日6本目のヒット。ノーアウトランナー一塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成と。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、センター掴んでワンアウト。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。掴んでツーアウトです。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。はい、バッターボックスには代打の糸原。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球大きく外れています。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで3試合連続安打、ツーアウトランナー三塁二塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどはツーベースを打ってますから、ええ、ここは警戒してるでしょうね。そうですね、はい、ヒットでランナーは、バッターボックスには代打の松永。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。さあまず1球目、右中間へ、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン。タイガース追加点、ドラゴンズこれ以上離されるわけにはいきません。バッターは途中からマウンドに上がっている島本。バッターボックスには代打の新庄。代わりまして、バッター新庄。バッターは新庄、背番号5。
ファーストランナースタート。キャッチャー送球して滑り込んでアウト。盗塁失敗。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。皆様、本日は最後までご観戦ご声援いただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物などございませんよう気をつけてお帰りください。本日はご来場いただきまして